した。どうする？どの魂？むしろ俺の代で現れたことに感謝するぜ。シルドラ！お前の一族、そして俺の曽祖父の仇、取る時が来たみたいだぜ。いけるな。よし、下界に出発だ！お供するクポ！大丈夫だ。当たり前だろ。なんとレーン、よく平気だったな。で、奴はどこで目撃されたんだ。バブイルエリアにある七色の海岸近くクポ。リヴァイアさん、どこだ。現れろ。正々堂々、俺と戦え。騒がしいの。なんじゃ、お主らは。おお、あやつが先祖の仇で、探しておると。ああ、曽祖父と滅ぼされたこいつの一族の仇だ。よかろう、やつを呼んでやろう。こんな大きな音を立てんでも聞こえるぞよ、アダマンの坊や。わらわは久方ぶりの海を満喫しておる。それを邪魔してまで何用じゃ。用があるのは俺たちだ、イバヤさん。なんじゃこのチンチクリンは。誰がチンチクリンだ。亡き曽祖父タイクーンの仇、そしてシルドラ族の仇。このファリスとシルドラが取らせてもらう。モグモスケットクポ。タイクーンとシルドラじゃと。おお、二人とも生きておったのじゃな。あ、待て、今仇と申したのか。そうだ、まさか知らばくれる気か。曽祖父タイクーンはシルドラ族を守るためにお前と戦い死んだ。俺たちは代々その仇を取ると先祖に誓ってきた。俺の代でお前が現れたのは強行だ。俺がこの因縁に幕を閉じてやる。小娘が、お前のような小娘がわらわを倒すというのか。百年、千年早いぞ。はて、なんじゃ、ここはどこじゃ。無限世界、時と夢の狭間って聞いたけど、私もよく分かってないのよね。簡単に言えば、戦闘だけ俺らが相手だって感じ。はて、おお、お主ら久方ぶりではないか。久方ぶりってやっぱ私ら知り合いか。
それよりファーリスのヒージーさんやシルドラの一族の仇って何したんだよ。さて、実はわらわもよくわからん。ビスマルクらがキャツの祖父とやらを襲っていた時、気まぐれに手を貸してやったことがあるんじゃが、あのあと他の何かにやられたのかして死んでしもたんじゃろうって。じゃあそれってファリスたちの勘違いってこと？んじゃあなんでそう言わねえんだよ。一族の連なった恨みともなれば、誤解だなんだと申したところで留飲が下がるわけはなかろう。ならばそのまま戦いを受けてやるが賢明、いや健全ということじゃな。その言い方だと誤解でも戦ってやるけど負ける気はないってわけ？当たり前であろう。そこまでしてやる義理はわらわにはない。ならやっぱり私らもやらせてもらうわね。おお、望むところじゃぞ。やられてしもうたわ。勝ったのか？そうじゃ、お前らの勝ちじゃ。やったくぽー。うなあアダマンタイマイ、一つ聞いていいか？ん？100年前の海の悪魔って本当にあのリバン屋さんなのか？なぜそれを聞く？いや、気のせいかもしれねえけど、あんま悪い奴に感じなかったなっての。気のせいじゃろ。奴は確かに世に悪名高い悪魔のしもべの一人じゃ。お主は一族の恨みを見事に晴らしたのじゃ。そうか。船長、やったくぽね。おう、モグもありがとうな。ああ、よし、帰ろうぜ。あの白き悪魔と並び暴れられておったリヴァイアさん殿が、随分とお優しくなりましたな。うるさいわ。生きておるのがバレたら面倒じゃろ。
もう少し黙っておれ。